もしかすると、うん、この ISFP、うん、INFP さんは、うん、シャドウの部分が悪さをしているのでは、うん、と思ったんですね、うん、というのは、うん、このシャドウというのがどういった時に出るのか、うん、とするとシャドウタイプが出る時というのは、うん、シャドウっていうのは、まあ、ユングが表したものですよね、はいはい、シャドウタイプっていうのは個人が自分自身の弱点や未発達な部分を否定して抑圧している部分の集合体であるため、ストレスやプレッシャーがかかった時に表出する傾向がありますと。また自分だと思ってる主要なタイプっていうのは、多分これが自分だまあ、だから思ってるタイプですよね。MBTI、 あ、そう、はい、スピノがこれでみたいな話ですよね、はい、よく皆さんが説明するあれですよね、うん、これが苦手でみたいな、私の主機能はこれでっていう、うん、要は自分レッド機能これでみたいな、はい、で自分の主要なタイプが望ましいとされる 特性とは対照的な特性を持っているため、うん、自分自身を見つけることができない場合にも現れることがあります、うん、なのでこの生きづらいかもしれないと出た2つのタイプは、もしかしたらこの理解できないのがわーっと出ている、で出しちゃってる自分が嫌なのかなと思ったんですよ。わかんないですけどね、はい、その元々の説明も悩みそうな説明ですもんね。 INFP とか、ああそうですねシャドウじゃない部分もというところで、じゃあまずこの INFP のシャドウは ESTP となりますと、うん、INFP っていうのは普段は独創的で感性豊かな傾向があるが、うん、この ESTP っていうのは冒険的で現実的な傾向が強く、うん、行動力や冷静な判断力を持っています、うんうんうん、なんで、まあ、エニアグラムと一緒で、一緒でって言い方は良くないかもしれないんですけど、うん、多分全部あるんですよね。全部ありますよ。全部ありますもんね。素子はあるじゃないですか。素子はある、はい、要は全部持ってる、うん、見えない部分に多分あるんですよ、うんうん、で INFP がストレスやプレッシャーを感じた場合、うん、この ESTP のシャドウが出てきて、うん、普段やらないような無計画な行動やリスクを犯すことに走る傾向可能性があると、うんうん、でまた感情に振り回されやすく、思慮深さや洞察力が失われ、自身の信念や価値観に反する行動を取るかもしれない、うん、そうした場合、本来の強みである想像力や共感力を発揮できなくなり、うん、自分自身が不満足になることがあるかもしれませんと、うんうん、また先に挙げた ISFP ですね、はい、のシャドウっていうのは ESTJ になりますと、うんうん、この ISFP というのは通常は内省的で感性豊かな芸術家的な傾向があるが、うん、ESTJ は現実的で組織的な傾向が強く、うん、外交的なリーダーシップの才能がある人たち、うんうん、でこの ISFP がストレスやプレッシャーを感じた場合、うん、この ESTJ のシャドウが表出し、うん、過剰なルールや組織化にこだわるような可能性がある、うんうん、自分の感性や創造性に自信を持てなくなり、人や周りの状況に合わせた安易な判断を下すことがあるかもしれない、うん、このような状態では、要は自分が本来こうだと思っている直感力や感性を発揮できなくなり、うん、自分自身が不満足になることがあるかもしれません、うん、っていうふうにあってですね、うん、でふんふんと思ったんですよ、はい、で僕はこの彼らこの2つのタイプのシャドウに共感したいと思ったんですね、うん、要はシャドウって出るときってどういうことなんだろうっていうのを一回自分に置き換えたかったんですよ、うんうん、こうやってチャット GPT が言ってますよって言ったとて、うんはい、それじゃ分からんだろうって僕だったら言うだろうなと思ったんですよ、うん、なので一回、でもそれをすると、はい、二等辺の同じタイプしか分かんないって話ですもんね。16タイプあるわけじゃないですか。なのでまず一回この2つのタイプを読んだところで、はい、僕のやつをやってみたんですね、はい、でちなみに
私の最近の落ち着きどころとしては、はい、まあ諸説諸説はい、はい、いろんなやつであるんですけど、うん、今 ENFP はいはい、っていうところで、うん、自分はそうじゃないと思ってるので、うん、ENFP のシャドウを調べてみたんですね、はい、ENFP は通常創造的で自由奔放な傾向があるが、うん、ISTJ は堅実で実務的な傾向が強く規則性や秩序を重んじますと、うん、ENFP がストレスやプレッシャーを感じた場合 ISTJ のシャドウが表出し、うん、過度に現実的になり細かなディティールにこだわりすぎることがありますと、うん、自由奔放な行動を控え予測可能で安定した選択肢を求める傾向がある、うんうん、また感情に振り回されることが少なくなり自分自身や他人に対して厳しい批判をすることがあるかもしれない、うんうん、っていうのを読んだ時に、うん、これって悪いことかと思ったんですよ。いやシャドウが出た、うん、でもこのシャドウっていうのも、はい、自分じゃないですか、はい、でこれって僕が僕を守ろうとしてるんですよね。これで、はい、普段得意な、これで得意というか、まあ、劣等機能もあるので自分と思ってる自分ですよね、うん、はい、うまくいかないときにこっちが出てくるってことですよね。出てくる、うん、はい、普段使ってないここがビュッと出てきて、はい、でコントロールできなくなるみたいな話じゃないですか。でもそれは自我がコントロールしようとしてるけどっていうこと、しようとしてるけどもともと、なんだろう、もともとの価値観とかではないことをやるから、はい、なんか混乱したりとかみたいな話なのかなって。あ、でも、はい、僕はこれ読んだ時に、うん、その自分がその細かなディティールにこだわるとか、うんうん、自由奔放な行動を控えるとか、うんうん、要はある程度我慢はしますよ、僕がやりたい僕を、はい、我慢はするけど、うん、それが必要な時に出るよなと思うんですよ。必要だと思ったから出てきたものじゃないですか、うん、まあ分かんないですけどね、分かんないですけどねっていうのは、必要だから出てきたかどうかは分かんない。過度なストレスの時に出てくるって言ってたんで、ストレスがかかったから出てきてる、うん、そうそう、はい、あ、だとして、うん、あ、僕のじゃあ考え方なのかな、はい、だとしても、うん、いやそこの場を収めるために出てきたもの、うん、自分が出したものですよね、うん、はい、だったら俺じゃんと思ったんですよ。あ、俺じゃんは俺ですよ、俺じゃないわけではない、はい、でそれがうまくいくかどうかはまた別問題みたいな、はい、うまくいくこともあれば、あ、ね、うまくいかないこともあったりでも、うん、今生きてるわけじゃないですか、はいはいはい、あ、ここが ENFP っぽくなるんですかね今生きてて、うん、ご飯が美味しいなら、うん、全部正解だったじゃんって思ったんですよ。じゃあ出てなくても正解かもしれないじゃないですか。あ、っていうことは、うん、全部正解じゃんっていうのが僕の答えなんですね、はい、これ安易すぎますか。僕的には、はい、正解、生きてれば正解、何が正解かですよね。あ、で要はここに出たのがね要は ENFP、はい、うん、シャドウが出たとしても、うん、マイナスとは限りませんと、うんうん、ISTJ のこのシャドウが出たときは、うん、これは自分自身や周囲の人を守り、うん、安定した状況を作り出すことができるかもしれない、うん、できるかもしれない。 ENFP が考えるっぽいアイデアよりも、はい、その場が守られる、うん、要は守ることが目的なんだとしたら、うん、それが正解じゃないですか。シャドウで自分がいつも得意な僕が出したいものじゃなかったとしても、うん、その場が収まったんなら正解じゃんで今解釈したんですよ。収まるかもしれないですからね。収まらないかもしれない、はい、でも、はい、今生きてるんでしょって、はい、今僕生きてるんですよ、うん、空気を吸って上を向いて太陽があったかい、うん、月が綺麗ってやってるんですよ、うん、そしたら何でも生きてけますもん僕の感覚的にはって思ったので、はい、みんなもうそのシャドウとか、うん、タイプとか言ってるけどもうはい、悩むことなんてないよ。あ、そうですよ、僕の感覚はまあもともとそれですからねっていうのにぐるんって返ってきたんですね、うん、っていうのをこの ISFP の方と、うん、先ほど生きづらいかもと出た、はい、INFP、うん、の人に、うん、この理論って通用しますかね、
思ったんですけど、どう思われます？この INFP とか ISFP が生きづらいっていう理由がそもそも、はい、なんかもう傷つきやすいみたいな話じゃないですか。で、それは僕は傷つきやすいと思っているのは、うん、その要は普段の自分がこれだと思っているのが違うのが出た時に、で違うのをやったとか、違うのが出なくてももうここで認識してる部分が、私って生きづらい、傷つきやすいって言ってる人たちかなっていうイメージです。あ、っていうシャドウの部分じゃない分だから、逆にシャドウが出てきたらそこ生きづらい減るんじゃないかな生きづらいを減らすためにシャドウが出てくるんじゃないかなですよ、むしろもう現実的にやるんだみたいな。あ、で、あ、だからシャドウが出てきたから生きづらいんじゃなくて、はい、あ、混乱して生きづらくなることあるかもしれない。どっちが本当の自分なんだみたいな。あ、いや、そこ で、どうぞどうぞ。もともと生きづらいって言ってるんですよ。はいはい、うん、もともと生きづらいって言ってて、あ、本当の自分でも生きづらいと言ってる。本当の自分というか、もともと素の自分が生きづらいって言ってて、はい、でその生きづらさをなくすためにストレスかかってきてシャドウが出てくるわけじゃないですか。はい、それはもうそもそも生きづらさを減らすために出てきてるっていうとこですよね。で、要は意識した瞬間に、うん、こっちもこっちも自分、うん、でこっちのこっちも自分が生きづらいって言ってるわけじゃないですか。うん、だからこう、あ、こっちは生きづらいじゃないですよ。そんなことよりも現実的なことやれって言ってるんですよ。仕事しろ、シャドウの方ですよね。そう、問題解決しろって出てくるわけじゃないですか。うん、はいはいはい、って言った時にこう問題解決に動けば生きづらさは多分減るのかな。けど問題解決に走って、いやでも俺こんなことがしたいわけじゃないって混乱して生きづらくなるのかなみたいな話です負けたな。 で今日は僕はこれを見ながら、はい、うん、要はシャドウっていうわけのわからん自分が出てきて、うんうんうん、要は、まあ、先ほどおっしゃったみたいに、はい、混乱するっていう、この混乱が生きづらいのかなと思ったんですよ。うんうんうん、いやでも僕はシャドウとかって全部自分でその解決してるでしょ、うん、だったら生きづらくないじゃないですか。 だからその考え方がもうそもそも僕みたいな考え方ですよ。しまった僕が普段多分いつも言ってることよ、それ自分で生きづらいと思ってるだけですよねっていう。で僕はそこまではラディカルには言ってなくて、はい、あのちょっと理論で、うん、あのなんて言うんでしょう、生きづらいと思う、はい、あの 工程というか過程を説明した上で、うんうん、いや違うんだと、うん、その出てくる部分も、うん、いつもの自分も、うん、全部自分で全て物事を解決するために、うんうん、完璧にできてるんですよ、うんうん、あなたは、うん、あ、そうですよ、あなたは完璧なんですよ、うん、っていうのが言いたかったんですね。うん、で僕の場合は、はい、多分この普段生きづらくないわけですよ。はい、生きづらくなくて、はい、こう現実がうまくいかなくなる時があるわけじゃないですか。はい、なんかもう本当に借金取りに追われてるみたいな、はいはいはい、はい、って時にこうシャドウの生きづらい部分が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。体調の場合、僕の場合、はい、うん、でもそういう、そういうのはどうやって解決されてます？問題解決ですよあ、心の解決じゃないんですね心の解決ではない。体調アファメーションとかしますか？しないです。あ、大丈夫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 、ついてるついてるとか言わないですか？言わないです。あ、だから本当に僕の悩みは本当に現実的な問題だけなんですよ。はい、なるほど。あれがうまくいかないみたいな。ああ。